草薙のいいところをみんなに教えてほしいなと思うんですが、私は誰もいない。マジで男が欲しい。あれもないです。ホワイト企業でーす。可愛いで可愛いでじゃなくて、可愛すぎてイライラしてくるじゃん、うちら。バイバイブス。バイバイブス。逃げてっちゃうから。ダメダメダメよね。皆さん聞きました。聞いて、いい性格のいい女たちです。流れてくるんですよ、こうやって。いい女ってことは子供も性格がいい。逆にイザナギになんかこんな子に入ってきてほしいとかありますか。こんな鳥がいいです。ジャパン代表取締役の白畑一穂です。そして圧倒的共感型ゲドアイドル、イザナギです。今日はですね、 YouTube をご覧の皆さんにお知らせがあります。イエーイ。この度アイドルグループイザナギは新メンバーを募集します。イザナギは今年の5月で一応活動1周年になるんですけど、まあ、1周年に向けてというか、もともとメンバーには一応1年ごとにオーディションをしたいなっていう話を、オーディションの時というかそのグループが始まる時からも話してまして、だから本当は、ね、1周年に合わせて募集しようかなと思ってたんですけど、私がちょっと産休に入っちゃうので早めにちょっと募集して、メンバーを決めて準備ができたらいいなと思っております。イザナギはですね、圧倒的共感型ゲドアイドルっていうのをコンセプトにしておりまして、ゲドっていうのが一応ちょっと会社に馴染めないなとか、学校で居場所がないなみたいな、そういうはみ出し者のことをゲドと我々は呼んでおりまして、そういうはみ出し者を音楽を通じて救うっていうのをテーマに活動しています。で、楽曲はゆよゆっぱさんっていう方が作ってくれてるんですけど、作詞は私白畑が担当しておりまして、エレクトロのサウンドを基調とした楽曲に、まあ、なんか日々のあるあるだったりとか、こう鬱憤だったりとか、まあ、それこそはみ出し物に共感してもらえるような歌詞っていうのをテーマにして、活動しています。そんなイザナギのね、ちょっとこれを見てる人がイザナギに応募したくなるような、ちょっとイザナギのいいところをみんなに教えてほしいなと思うんですが、何かある人？はい。はい、私が思ういいところは、うん、弊社はなんとスタッフさんが全員女性です。あ、確かに。男が誰もいない。マジで男あんまないですよね。確かに今結構男女系の話題ちょっとセンシティブごめん。あ、全然大丈夫、全然大丈夫。でも実際その男性女性っていうのはね、なんかいいところが、女性だけで何がいいかっていうと、まあ、着替える時とか楽屋とかすごいさ、うん、狭いじゃんね、ライブ活動とかしてると。そうするとなんか男性のスタッフさんって結構ガチで居場所がないんですよ、うん、楽屋に入れなかったりとかするし、うん、でもスタッフさんが女性だと、まあ、一緒に楽屋にいてもらえるから、何かあった時すぐね対応してもらえたりとか、着替え手伝ってもらったりとか、なんかそういう女性ならではのこういうなんだ悩みじゃないけど、なんかそういうところもなんか相談乗ってくれたりとかするっていうのがめちゃくちゃメリットだなと思って、まあ、あとシンプルにそのなんかスタッフさんと付き合って辞めるとかがない。確かにない。あるあるですよね、スターアイドルの。ね、結構ね、あるよね、なんか。聞きますよね。マネージャーさんととか、スタッフさんととかあると思うんですけど、そういう心配は弊社はない。オタクも心配が減りますね。あ、そうだね。確かに。ファンの人から見ても心配がないね。日頃から女子会みたいな感じの。確かに。女同士でくっついた場合はごめんなさい。あ、それもそれもねあるからね、そういう可能性もね。まあ、ただなんか普通よりはちょっと心配が減るみたいな感じですかね。うん、それいいことだよね。いいことだな。よかった。なんか私も結構女性の方がその現場とかいるときやりやすいなと思って、うん、結構私の意思でそうしてたので、みんながいいと思ってくれててよかったです。よかった、いいところ。しかも社長も女の子だ。そうだ、生まれてくるお子様も女の子。みんな女の子。すごい。他にある人？はーい。どうする、誰行く？じゃあルナ行く？はい、はい、税理士さんもちゃんとついてるので、ホワイト企業でーす。大事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 、確かに大事確かに大事。すごいね、なんか活動しててさ楽しいとかじゃなくてさ、スタッフが
女性全員がついてるガチのさえでもそういうとこちゃんと見ます見る、うん、知りたいなって思う。でも実際結構さこういうインディーズのアイドルの事務所とかだとさ、うん、お金関係のトラブルとかさ、うん、結構見せたりするもんね未払いとか、うん、そういうのもちょこちょこあるんですけど弊社は担当の税理士さんが経理関係全部やってくれてるのであのお給料の未払いとかもちろんないですし確定申告とかそういうのがなんかどうなってるかみたいなのも初めてやる子とかはなんか講習会みたいなのがあったりとかして、はい、そういうところも安心できるのかなっていう感じですかね。ホワイト毎月毎月お給料振り込まれるこの会社当たり前だね。しかも2回目のこと2回あの、うん、一番大事なこと、うん、レッスンとかボイトレとかちゃんと月1であるし、あ、うん、無料です無料です。やっぱレッスンとかね、レッスン費とかボイトレ費とかどうなんだろうやっぱ思うじゃないですか、うん、ちゃんと月1であります。しかも無料です。しかもしっかりレッスンします、うん、ダンス練は週1ですね、うん、ダンス練週1のボイトレ月1で、うん、もちろんあの会社がお金を出してるのでダンスの先生もいるし、うん、振りもちゃんと教えてくれるしちゃんと練習します、うんね、無料でちゃんと練習してます。無料なのにちゃんと筋トレとかやってます、うん、大事だね。結構事務所によってはね、はい、そのアイドル側が払うこととかもあったりするから、ね、毎回払ったりねえ、うん、それは弊社はないです。最高ありがとうございます。無料なんだ。すごい。はい、他にやる人はい、あ、じゃあ沼野美瑠さんお願いします。はい、イザナギはめちゃくちゃ仲がいいです。あー、そういうの、そういうの、そういうの1個目に欲しいですしかも、最後シンプルなんきた。しかも、あの、上辺とかじゃないんですよ。本当に、なんか、女あるあるみたいな、うん、あの、上辺の可愛いね、可愛いねみたいなのじゃなくって、本当に仲がいい。なんか、そう、可愛いね、可愛いねじゃなくて、可愛すぎてイライラしてくるじゃん、もちろん。例えばクマちゃんが今日決まらないブサイクだとか、うん、でなんかちょっとコンディション悪いとか言ったら、うん、なんか普通えそんなことないよ可愛いんじゃないですか、うん、えみたいな世界中の女みんなそれ泣くよみたいな言ってどうだかどうだかみたいなそれで切れたりとか MV 中に可愛すぎて切れ始めるんですよ。でも可愛い尊いじゃないですか泣く何この唇みたいなエロみたいなだからでも幸せみたいな確かにね、なんかゆまちゃんとか言った時さ今日漏れてないとか言ってみんな間髪入れてそんなことないよって言ってるのでさ、いちごさんもそうだし、マネージャーさんもそう、うん、そう、そう確かに結構ガチで思ってるからなんか私が今日、なんか最近ブスなんですよねなんか自分の価値ないのかなとかそんなことあるないんですよ強め、強めなんだよ何言ってんだよ、何言ってんだよって言われる怒るよだからこう日頃からポジティブになります。周りが仲いいっていうのプラスやっぱみんなポジティブだから、うん、自意識も上がるし自己肯定感もすごく上がるし、だってみんな可愛い。嘘ついてないブスいないあんたもブスじゃないからあんたが一応ブスじゃないから言っちゃダメブス禁止です。はい、入んなくなっちゃうからバイバイブスバイバイブス逃げてっちゃうよ。ダメよ、ダメよ、猫だな、呼ばなきゃ。でも仲いいけどなんか慣れ合うっていう感じじゃなくてちゃんとオンオフあって、うんうん、オフの時は仲良しだけどちゃんと仕事モードの時はもうビシバシダンスとかやって、うんうん、そういうグループです。意見も言い合うよね、うん、向上心もみんな高いし責任感もあって、うん、そうなんか言いづらいこととかなんかちゃんと言えるメンバーだなっていうのはすごい思うかな、うんうん、確かにメリハリはつけるようにしてる、うん、本音で向き合うけど喧嘩はしないし、うんうん、悪口じゃなくてね、ちゃんと確かにね、悪口は言ってないけどちゃんと意見も、うんうん、言わないといけないことは言う、うん、それをみんなちゃんと受け入れて入って聞いて直す、だから喧嘩とかじゃなく、うん、ちゃんと意識してみんなが誰が言ってもはいってなるし、うん、だから誰をリーダーにしても私たちは受け入れるよねっていう話を最初にしたんですよ。なるほどね。なんか私あんま性格がいい悪いとかって一言でさ言うのあんま好きじゃないけどさ、ね、なんか、うん、あの人によるじゃんね、うん、何がいいか悪いかとかって、うん、いいとこも悪いと思います、うん、でもイザナギは本当になんか性格がいいんだよね。やそれは伊藤さんが言うと伊藤さん皆さん聞きましたか。聞いて、いい性格のいい女たちです。流れてくるんですよこうやって。いい女ってことは子供も性格がいい。イザナギに入ったら性格良くなるんで。やばいって何？変わりたい気持ちがあれば入ってくる。変わりたい。私は性格よく
大丈夫、ポジティブになりたい人、あ、そう、おいで、すごいポジティブをしてあげるから、ポジティブだし、なんか性格的にって何かなって思った時なんか悪意がないの、すごい、全く全然、なんか一応、まあ、弊社では月に1回ね、私とメンバーのね、個人面談みたいなのをやってるんですよね、うん、最近どうだったとか、今月なんかあった困ったことあるとか、人間関係どうみたいな話するんだけど、なんか本当にそこで悪意があることを言う人が全くいなくて、うん、で、まあ、悪意があることを言わないけど、案に例えば実はすごいメンバーに嫉妬してるんだなとか、うん、なんかあ、自分の居場所なくてすごいネガティブなんだなとか、うん、焦ってるなとか、あ、この子ちょっとメンタルやばいかもなみたいなこととかが全然なくて、本当になんか悩んだりとかしてることはもちろんあると思うんだけど、それがなんか絶対売れるために悩んでるとか、グループを良くするために悩んでるとか、なんかポジティブな悩みで、そこに対して悪意が全くない、本当に一人一人が、よかった、そう、これについてこれる女かも、うん、おいでおいで意識がすごく高くて、まあ、多分私もそうだけど、スタッフもなんかやりやすいと思ってると思う、すごく、うん、毎日会いたいです本当に私人のことあんま好きじゃないし信頼もしないけど、人だけに入ってすごいポジティブになって、ま、人に毎日会うの疲れちゃうんですけど、毎日会いたいからメンバーに会えない時は絶対メンバーの写真をツイートしてます。へえ、確かに私みんなのこと好きだけど毎日はいいややばい、個人差があります、個人差があります、個人差があります、そんなこと言って好きだから、好きだから、そんなこと言って好きなの知ってるような、行く、ここは行く、あ、なんか本人を直接目の前にしてみるのがめっちゃなんか嫌なんですけど、告白なんだ、告白、やっぱりプロデューサーの人が、うん、めちゃくちゃ、なんていうんですかね、めちゃくちゃ信頼できる、確かにいいかなって思ってて、一番会社でいうとこう一番トップに立つような人が、うん、信用できなくなったら私終わりだな、間違いないか、ね、その人についていきたいっていう尊敬だったり憧れの面があるから、今こうして5人全員が一応さんに対して尊敬とかがあるからここまで来れてて、なんかミスとかなんかいいことだけじゃもちろんなくて、例えばミスとかを起こしてそれを報告した時もなんかまだイザナギは始まって何ヶ月なのにすごいよとか、ここはダメだったけどでもそれは人間性がダメなんじゃないよって、なんか否定されたことが一回もなくて、なんかそうやって肯定されることでなんか自信につながって今日を迎えられてるので、プロデューサーの方が本当に信用できるっていうのは一番でかい、私が上京してきて一番の理由っていうか、ついてこの人についていきたいって思える人じゃないとやっぱ長く続けられないってなって思うので、これはマジです、うん、なんか毎月個人面談をしてもなんかちゃんと的確なことを言ってくれるし、おー、よかった、その時の悩みとかもなんかちゃんと聞いてくれるので、うん、よかった、その悩んでることをなんかちゃんとクリアにして次の月に行けるとかになれるから、なんかたまる、なんかたまってあーってなるとかない、あ、よかった、よかった。でもなんかさっきケイとか言ってくれたけど、そのなんか注意されたことを人間的に否定されたって思っちゃう子もやっぱりいたりするから、なんかそこはイザナギたちがちゃんといい意味でお仕事として活動できてるのかなっていう、うん、なんか注意したことって別にさ人間性を否定してるわけじゃないじゃん絶対、うん、ここはもちろんいいっていうのは大前提で、ただもっと良くするためにここを直してこうみたいなことだから、うん、否定ではないっていうのをなんかちゃんと分かってくれてるというか、そこのなんかコミュニケーションがちゃんと取れてるのかなっていうのがすごく良かったですね。そうです、めちゃくちゃ私たちの気持ちを汲み取ってくれるプロデューサーさんです。学校の先生の言うこと聞かなかったか、伊調さんの言うことは聞いてる分かる分かる、学校の先生の言うことは聞かなかったし、なんかあ申し訳ないなって今で反省してます。今の先生にはすごい今の先生だから安心してください、すごいあの時は申し訳なかったですね、反抗期とかもあるからね、時期的な思春期とかね、首くらいになって少し休んでた時に、ね、うんうん、39度で意識なかった時に、うんうん、大丈夫みたいにちょっと通話してたんですけど、一応さんを信じな、一応さんを信じな、一応さんって本当に言ってくれたから、とりあえず一応さん信じない、信じない、これはやばいって本当に言ってたんですよ、宗教
宗教なのぐらい、まあ、とりあえず一応そうこうって言ってるから、うん、こうする信じな信じなってずっと言ってたんですよ。朦朧とする意識の中でそのぐらい本当になんか愛が伝わりました。良かったです。良かった、本当にこの会社で良かった。だって私がこうなっても一応さんは否定しないし、こうやってくるし、もうこんないい会社ない、一応さんを知ってもう永遠ループ、とりあえず寝てみたいな。よかったから早く寝て。でも本当に調査に感謝してました。よかったです。それはやっぱり尊敬する人が一番トップにいるからこそ、ね、それが大事ですね。尊敬できる人間性の人でよかった。よかったです。安心安全なご機嫌ジャパンです。そうです。楽しい職場です。楽しい職場です。イザナギマジで仲いいさ、ポイントもう一個あったわ。イザナギってこうリハをしてライブの時にライブし、うんうんうん、リハしてライブまでに結構本当に3時間とか空く時があって、うんうん、で結構まあ別に仲悪くなくても自由行動してとかの顔とか多いと思うんですよ。他のアイドルさん兄さんとかで怒れるとか、うんうんうん、イザナギ全員絶対一緒。しかもマネージャーさんもマネージャーさんマネージャーさんとイザナギ全員でいつもカフェとかご飯みたいな軍になって軍でファミレスみたいな6人です、うん、7人ですとか言って本格の JK 本格の JK マジで全員で行くんですよ。確かに。そういうとこでも動画回したり、ね、写真撮ったり、うん、あよく上がってるもんね。ガチで仲良すぎてみんなで行っちゃうし、マネージャーさんもなんかうちらがこのなんか開くからみんなでご飯行くんですよって言ったらマネージャーさん、それ私も行っていいみたいな感じでえ、行くの当たり前ですよ。行くでしょ。メンバーじゃんメンバーみたいな。イザナギのオフィシャルのね、ツイッターにちょこちょこオフショットが上がってるのを私も見てます、ね、めちゃくちゃ楽しい。毎日楽しい。でもそういう空気感とかってやっぱステージ上にも出たりするし、なんか必ずしもね、仲いいことがなんか正解っていうか、仲いい、うん、いいことがなんていうの、必ずしも仲良くなきゃいけないってことじゃないと思うけど、うん、その空気感とかちょっとしたところ、例えばステージ上で誰かがミスったとかっていう時とかに、なんかふとした瞬間に多分出ると思うから、はい、うん、私は絶対仲いい方がいいなって思ってて、うん、まあ、でもその中でもちゃんとなんかお仕事っていう意識もあるし、ザナギはなんかちゃんとなんかいいグループだなっていうふうに思いますね。やったー、うん、ここにね入ってくる人たちがこれこの動画を見て応募したいって思ってくれる人たちが、まあ、どんな人かは全然わかんないですけど、うん、なんか本当にどんな人が入ってきても、まあ、仲良くなれるんだろうなっていう。仲良くなるし構成できます。構成悪い前提。悪い前提。前科者が入ってくるの。え、いざなぎ前科者。ゲドウガチゲドウじゃないですか。ガチゲドウ入ってくる。ガチゲドウ入ってくる。ガチゲドウ。ガチゲドウ。ガチ。もうそしたらブレイキングダウン出すよ。ガチゲドウ入ってきた。それはそれでちょっと面白いかもしれない。確かに。逆にイザナギになんかこんな子に入ってきてほしいとかありますか、はい、こんな子に入ってきてほしい、ここは足りないみたいな、お、見るロリがいいです。あ、待って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 待あなたの趣味ですよね。そうだよね、個人的な趣味です。あなたの感想ですよね。あなたの感想ですよね。あなたの感想ですよね。フレッシュな、フレッシュさが欲しいなっていう意味です。N丸さん、あなた結構アイドルオタクじゃないですか。はい、どういうアイドルの現場行ってるんですか。あ、10代がいる。趣味じゃん。趣味じゃん。お酒飲めないね。うん、10代前半、前半がいいとか後半がいいとか。あー、高一がいいですね。ピンポイント。なんかやだ、危ないよ、危ない、なんかやだ。15歳って気をつけてください。私たちが守るんで大丈夫です。一応成人してからがいいんだけど、ないじゃない。そうなんですね。確かにフレッシュさはあのなんか常にあっていいよね。刺激にもなるだろうしね、我々もね。なんかめちゃくちゃかっこいいボイッシュな子とか、確かにいないね。ジェンダーレスジェンダーレスね。もっとかっこいい、イザナギってかっこいい、自分かっこいいっていう、で個性いっぱいあるけど、うん、まあ、そのさっき言ったロリとか可愛い感じ、もっと甘い感じも必要だし、うん、逆にもっとかっこいいっていうか、うん、美味しい、ちょっと男寄りみたいな、髪の毛短くてね、うん、めちゃめちゃハンサム系も欲しいな。ショートいないもんね、ショートヘアね。あ、ありがとう。めちゃくちゃショートでもいいと思います。うんうん、他にこんな人がいいっていう人、変わりたい人。あ、すごい構成させたかった。じゃあ変な意味じゃなくて、うん、あのと性格をもっと前向きにしたいとか、アイドルしたいけど、でもこんな自分だからアイドルなんてできないと
か思ってる子がイザナギに入ったらもう自信満々なアイドルになれると思うから、なんかそのネガティブな気持ちでアイドルできないんだって思っちゃう子は来てほしいなって思ってます。やりたいけどちょっと一歩が踏み出せないみたいな子だったりとか、確かにね、なんか環境だったりとかでなんか行動できないみたいな子とかも多分いたりするもんね。そうです、そういう子はなんか輝くきっかけになるかもしれないもんね、イザナギは。はい、はい、みかんルナ。エンターテインメントが好きな人。確かにイザナギじゃないとやっていけないよ。イザナギ楽しみなんだから。だから、ご機嫌ジャパンは見てる人たちを笑顔にするために、ご機嫌にするためにする会社だから、なんかあのこれは NG ですとかっていういっぱいある子じゃなくて、私はこの間鼻水を晒したし、別にさらすことが正解じゃないの。だからさらす、さらす。あと全身タイツ、全身タイツできるから、ノリノリで全身タイツ着てもいいよみたいな。プールとかあったら飛び込めたりしちゃったりとか、なんかそういうのに抵抗がない方が、やります、やりたいですみたいな、ノリノリになる方がいい。結構まあ芸能界で言うと割とそのさ、まあ分かってというかさ、売れてない状態でさ NG あるタレントって本当に仕事来ないからね。うん、だってね、なんかいろんなやっぱロケとかバラエティとか、まあ、当たり前だけどさ、みんな嫌じゃん。なんか服のままプールに飛び込むとかさ、虫食べるとかさ、全身タイツとかさ、可愛い格好したいってみんな思って芸能界入ってくるから、まあ、当たり前にやりたくないなみたいなことがあるとまあ、みんなやりたくないことだから、まあ、それはお仕事来ないよねっていう。なんかでもそういう中でも自分はなんかこういうのできます、何でもできますみたいな、裸以外 NG ないですみたいな。もう私とかは結構ご規定時代はそう言ってたし、裸のみって NG は裸のみかみたいなぐらいの方がやっぱなんか、あ、すごいなんか頑張ってるんだなこの子とか、業界のね関係者の人とか何でもやりますっていう気持ちが見える子にお仕事振りたいなって多分なったりすると思うから、まあ、イザナギはね多分、まあ、そういう気持ちがもともとある子が入ってきてくれてると思うんだけど、バラエティ的なお仕事とかもアイドルだとやっぱりあるから、本当に何でもやりますみたいな気持ちがある子の方が多分やりやすいよね、本人もね。し実際お仕事も、もらえるのかなって思うので、そういう子が、そういうなんかガッツのある子は確かに欲しい。他にある人。あ、でも勉強できる人欲しいですね。待って、それはなんで、それはなんで、バカなんですよ。バカじゃないよ、バカじゃないよ。私 IQ テストしたことあるもん。 IQ テスト、 IQ なんだ基準。なんか勉強できそうな子とかいたら、それこそその番組とか、クイズ番組とかね。クイズ番組出るの強いよね。東大王に俺はなるみたいなやつ。東大王、あれは東大生しか出れないんじゃない？東大生ピンポイントの東大生。そしたら出れるじゃん、その番組。そう、出れる。東大生かに。現役東大生。東大生。遠征でね、海外とか行ったら、その子、ハートとさせて。MC 全部その子に任せて。喋らせて。MC 喋ったらもうアウトだから。イエスイエス。ジェスチャー、ジェスチャー。グローバル的な要素もありつつ、頭がいい。イザナギやっぱでも今いないキャラクターが欲しいよね。そうですね。なんか、まあ、音楽が好きとかアイドルが好きとかやめないとかさ、まあ、当たり前のことだからさ、まあ、いちいち言わないけどさ、まあ普通にその、まあ、そういうのはもちろん大前提で、まあ、今のイザナギにいないキャラクターだったりとか、で私はどんな人が入ってくるかっていうのももちろん大事だけど、なんか人が入ってくること自体にも結構意味があるなって思ってて、まあ、この約1年間この5人で横並びで同一一線のでスタートしたけど、今度はなんか後輩が入ってくることになるわけじゃんね。そしたらなんか、まあ、当たり前だけど今度教える立場になったりとか、1年もちろんキャリアがあるってことは、その新しく入ってきた子たちよりも、まあ、1年分じゃあ何ができるのかっていうふうにも、当たり前だけどファンの人にも見られるし、入ってきた人にも見られるし、スタッフさんにも見られるしっていう立場になると思う。なんかそれってすごいイザナギにとってもなんかいい刺激だなと思って、なんか改めて新メンバーの募集をするっていうことは、自分たちがそういう立場になるっていうこともなんか考えてほしいなというか、思ってます。はい、はい、今まで以上ちょっと気を引き締めて
この動画を見た方がね応募してくれて、いいメンバーに出会えることを楽しみにしております。楽しみにしてます。ちょっとでも迷いがあったら応募してください。迷いがあったらね、迷いがあったら、迷いがあったとしてもぜひ応募してください。ご応募お待ちしております。どしどし、どしどし、いっぱいメールして、どしどし送ってね。